パンティあります？はい、チャラリンコ、今日はね、このね、野毛のね、バーに来てね、はい、これね、パンティーグラス、パンティーグラスで入れた焼酎を飲んでみようと思いましょう。ほら、こんな感じでね、すごくね、ワンダフルなね、曲線描いてます。はい、はい、じゃあね、いただきましょう。あー、うめえ。このね、パンティーグラスをね、作ってるね、石井さんです。はい、パンティー博士で14年目、あなたにもっとパンティー、石井洋平です。さて、本日は、はい、私のパンティーグラスをお試しでいただける、おたパンができるパンティーグラス飲める展示会、横浜野毛のバーアンティカリーでやらせていただいております。そこに今回、隊長、トッシー隊長、はい、トッシー隊長ですね、トッシー隊長さんが、トッシー隊長だー、はい、いい声ですね。いろんな声出すもん。はい、撮影をしていただいているというこの YouTube、YouTuber さんの撮影っていうのは僕は初めて間近に見てまして、僕もちょっと YouTuber になろうかななんてちょっと淡い夢を抱いてますけども、本日はお越しいただきありがとうございました。適当に切ってくださいね。はい、まあ、あとはマスターに、いや、もういや、でも宣伝ならもう全然でも大丈夫大丈夫、ジャパニーズラッパーの中山です。ここからも見よう、ボーンと押さない、パンティー、ついてもパンティーと、パンティー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 、ナイスパンティー、ナイスパンティー、パンティー、サンキューパンティー、パンティー、パンティー、新しい挨拶じゃん、見事なあれですね。小さい放送はグルコーラスが入ってる。野毛のショットバーのマスターと、はい、このパンティーグラスのアーティストのこの共演というのはすごいですね。あ、そうです。僕アーティストじゃないんです。僕アーティストじゃなくてパンティスです。パンティストですか。パンティストです。パンティストの石井さんでした。はい。ありがとうございます。ナイスパンティあ、ありがとうございます。登録してね。たまに YouTuber 見るからね。楽しみにしてるからアップするので。あ、こんな感じで、まあ、撮ってます。もう大丈夫です。あ、これ撮ってない。あの、そこの通りにぶつかるくらいで人が出た時にいます。ナイスパンティー、ナイスパンティー。